自我ブロック、ブロックでいうと、まあ、一番左のところにある自我、この人たちは NI、うん、内向直感を信頼している、うん、なので強弱も強くて価値も高いと思っている、うん、主導する NI は IEI と ILI ですと、うん、主導する機能 NI を持つのが IEI と ILI ですと、うん、彼らにとって因果関係を把握したり未来を予測したりすることは、うん、自分のアイデンティティと密接に関係していますと、うん、主導する NI は周りの世界を直視しないときや、うん、世俗的な出来事から自分が解放されていて有利していると感じるときに一般的に現れますと、うん、このために彼らは非常に発達した想像力を持ち、そして独特な精神世界を築いていることがありますと、うん、しかし同時にひどい怠惰や無気力に陥ることもあります、うん、彼らは想像力を使って世界を理解するので、うん、データや経験が足りない状況でも切り抜けられるかもしれませんと、うん、ただし想像力を過信して実際のデータを無視 しすぎてしまえば短所にもなりますと、うんうん、時間を超越して因果関係を把握する能力も NI の特徴です。この能力は今後の大まかな流れとその結果を正確に予測する能力へとつながることがありますと、うん、現実に生きていないのにまさにその現実に生きていないこと、うん、かっこ想像力によって現実を切り抜けられてしまう、はい、こうした逆説は主導する機能に特有といえます、うん、なんて書かれていて、うんうん、私はですね、はい、どこを見ても自分のタイプがね、うんESE か、うん、SEE か、うん、IEE だと思っているので、うん、なんていうんだろう、価値が低いと思ってるんです。はいはいはい、うんうんうん、なので、うん、分かるわけないじゃん未来なんて。そう、うん、でもこの下から2番目、はい、強弱は強い方じゃないですか、このタイプだとすると、はいはいはい、IEE だとすると、はい、強弱は強い方なので意識的にはもうそんなの分かるわけないじゃんって思いつつ、これはこうだよねって言ったりするんじゃないですか。で結局は、はい、まあこの類型論を散々やっといてなんですけど、はい、生きていくしかないですもんね。生きていくしかないですよ。今を見ようが未来を見ようが、はい、過去にとらわれようが、うんうん、生きていくしかないし、うん、生きていくんですよ。そうですやるしかないんですよ多分、うんうんうん、そうですよね多分何の話をしてるか分かんないですけど、そうですよ。どうですかね、なんか高い人、高い人、主導する機能の人、そうは、まあ、こういう傾向があるぐらいでいいんじゃないですかっていうの、多分僕 S っぽいからそういうこといいんじゃないですか、ね、はいはいはい。でもまあよくなんか、うん、歴史に学ぶなんて言うじゃないですか。はいはいはい、確かに、うん、そのまあ歴史書じゃないですけど、はい、司馬遼太郎とかね、うんうん、藤沢周平とかね、うんうん、あの海音寺長五郎とか読んでると、うん、まあ基本歴史の話、はい、基本みんなね、うん、あれ現代社会と一緒なんですよ、縮図って、うんうん、まあ人が一緒ですからね。そうだと、うん、ひろゆきは言うんですね、はい、アベマ TV で、うん、株の話をしているときに、うんうん、あの過去を学べば、うん、株価はずっと上がってるんですよって、うん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 、っていうとなんか対峙する人がね、うん、過去は見ちゃダメって言うんですよ、うんうんうん、未来を見なきゃって、うん、そうするとひろゆきは言うんですよ、うん、いやいや未来は分かんないじゃないですか、うん、あなたは未来の何を見れるんですみたいな、うんうんうん、で過去を学べばずっと上がってるんだから、うん、別に買いたい時に買えばいいんですよ、うん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 、っていうとなんかひろゆきは万能だなとか思いながら、はいはい、データも駆使しながらそういう時はなんか直感かよとか論理と直感両方とも使うかよとかって思いながら見てたんですけど、でもそれは論理なんじゃないですか。ああなるほどね、その歴史を見るのはね、歴史を見るそういうデータですね、こういうデータ右肩上がりだよね、基本はずっと右肩上がりです、うんうん、はい、っていう見方をしてるのはデータじゃないですか、はい、でこの先下がるかもしれないよねとか言い出したら直感それを言い始めたらさみたいな、うんうん、この先どうなるか分かんないよね、うん、みたいな、はい、という、うん、なのでもしか今この説明を聞きながら、うん、あ違う違う違うと、うん、とか世俗のものどもよと
俗にまむれてみたいなことを思ってらっしゃるんだとしたら、多分そういうのでもないと思うんですよなるほど、うん、内向直下なのではなんて、うん、まあそういう傾向の話じゃないですか、おそらくこういうのって、はい、こういうふうに考えがちっていう話だと思うんですよね。もうそれしかないですよ。それだと思うんですよ、はい、だからこう未来を見据えたいと思ってる。そうです、それしかないです、うん、でそれをずっと探ってるみたいな話だと思うんですよ、はい、そういう傾向がある人たちみたいな。でここにもあったように、うん、データは無視しすぎないようにねっていう、うんうん、はい、っていうとこですね、うん、でデータはないけどなんとなく自分はこうなるっていうのは分かってんだよみたいなことを多分思ってるみたいな、はい、うん、イケてるときはいけるんでしょうね。それでイケてるときはいけるんだ。みんなそこですね。まあなんかどっちもじゃないですか、データも当てにならなかったりすることもあるんですよで最近、うん、このユングをやり始めて、うんうん、またピンときたのが、うん、要は、アプリより、はい、知らなかったものが分かるとそれが使えるようになる、うん、なので内向直下の人も、うん、自分が内向直感だ、うん、やったの人も、うん、やったじゃない人も、うん、あ、じゃあ足りないものがあるね、うんうんうん、っていうのに気づくためですよね、うん、あ、そうそう、だからデータもちゃんと見ましょうみたいな。そうで気づくことができると、うんうん、そこで初めてそれが使えるものになる、うんうん、最高じゃないですか、うん、両方使えるって話ですからね。もうバラ色じゃないですか。はい、今急にちょっと楽しくなってきましたなんだ僕もじゃあ思考使えるのかよって、うん、使いますよ。頑張りましょうね、うん、あ、これが頑張りましょうは言っちゃダメなんでしょうか、はい、ベストを尽くそう、はい、はい、というところで、では2番目想像する NI は、うん、EIE と LIE ですと、うん、はい、この先に挙げた IEI、ILI と似て、うん、EIE、LIE も未来を予測するのが得意ですと、うん、得意です。ごめんなさい、ここに噛みついちゃダメですね、はいはい、このタイプは自分が興味を持っている状況やテーマがこの先どう発展していくのかについて予測することが好きですと、うん、洞察力が非常に優れていますが、うん、それ自体は目的ではなく自分のより中心的な興味や活動の発展を促すための手段として洞察を行いますと、うん、しかし先に挙げた主導する機能と違いこのタイプは、うん、あくまでも予測のことを自分の興味あるテーマについて深めるための手段として捉えていますという説明ですね、はいはい、まあ、要はこの人たちって E と L が前に来てるので、はい、そっちの方が強いんですよ。倫理とか論理とかの方が優先されてる。あ、でそれをなんか強めるために N を使ってるぐらい内向、こういうとこやっぱり、はい、論理っぽいですよねはい、なんか僕はなんかね、うん、一色にしたいんですよ、うんうん、絵の具ですよ。僕はでも一色にするためにそういうのを組み立てたみたいな話ですよ。なんか一色の名前の言ってくれよってはいごめんなさい、うん、どうもね、この未来、はい、さ考えはしますよね。未来を考えたい人たちじゃないですか。未来は皆さん見据えてますよね。見据えてますよ。体調もそれはそうですよね。見てますよね。はい、目標に向かって努力するみたいな話ですもんねみんな見てるよながあるんですよ。あ、まあ、それはあると思うんですよ。じゃあ何が違うんだって。で、まあ、そこに執着するかみたいな話。あー、なるほどね、うん、確かに、うん、今なんかそれが出てるような気がします今自分の態度が、うんうん、はい、言動とかね、うんうん、いや未来大事だよって。でもみんな見てるし、うん、っていうこのなんか軽い扱い方ね、うん、これ僕覚えときましょう。はい、はい、では価値観の話です、はいはい、では次がブロックが超自我の位置に行きます、はい、うんうん、でもまだここは自意識がある部分です、はい、が弱い部分になっていきます、うんうん、3番目規範の機能の部分 NI への不信とあります。脆弱の機能に NI を持つタイプは、うん、NI に対して不信感を覚えますと、うん、いうところでまず3番目規範の NI、うん、SEI と SLI ですと、うん、体調ここですよね。 SLI、 SLI 1や2と異なり NI に対して苦手意識を感じているのが、うん、SEI と SLI ですと、うん、長期的な
影響と想像力に注意を向けることはできますが、うん、長くは続きませんと、うん、それは本来的に目の前の環境や感覚、うん、あるいは手近な仕事に集中することを好むからですと、うん、この規範の NI が未発達の場合はなぜそうするのかという理由を検討できないまま大規模な将来設計を立てることがありますと、うん、SEI と SLI は将来について想像したり長期的な影響を予測したりすることがあまり得意ではありません、うん、彼らはよく計画を立てて行動しますが、うん、その行動には特に必然性がない場合があります、うん、なんて書かれておりますが、はい、いかがでしょうか、まあ、計画性はそんな感じですよ。苦手。計画を立てて、はい、実行するのが苦手あと思ったのは、はい、その計画には特に必然性がない場合があります、うんうん、まあ、この必然性を僕がちょっと捉え方が違うかもしれないんですけど、はいはい、よく隊長は仕事をするときにいかに楽にやるかっていうのをすごい考えると、はいはい、で例えばその物事をやるときにどうしてもこのプログラムで早くやろうとするプログラムを考えるみたいなことをおっしゃっていて、僕はどちらかというともうこんだけ打つんだったら打っちゃった方が早いじゃんっていうのが僕は先に出てくるんですね、うん、はいはい、あ、こんだけ打つのね、はいはい、じゃあもうやっちゃいましょうって、うんうんうん、っていうのが出てくるんですけど、うん、この計画に必然性って例えばその、うん、隊長がよくプログラムを組みがちみたいなのは、はいはい、うん、この必然性がない場合がありますっていうのに合致しますか、うんうんうん、するかもしれない、うん、そのあなたの今の行動って、うんうんうん、今後のこの未来予測の中で必要な行動ですか、はい、みたいなのあるかもしれないですけどね。それを N と言えば N かもしれないじゃないですか、みたいな話をしたことがある、ね、はいはい、うん、っていうのを今思ったり、はい、まあ、でも多分僕はそれ楽にすることをやるのが好きみたいな話ですからね。未来を見据えてないんですよ。分かってる、これもそのまま打った方が早いなっていうのは分かってたりするんですよあ、なるほど、うん、ではですね、次4番目、はい、脆弱な NI は ESE と LSE です、うん、もしかしたら僕ここにいるかもしれません、うん、ESE は諸説ありますが、うん、MBTI でいうところの ESFJ ですと、うん、はい、脆弱な NI、ESE と LSE、うん、は先ほどの体調、はい、規範の機能以上に自信がないのが、うん、この ESE と LSE ですと、うんうん、脆弱な NI を持つこのタイプは、うん、今の流れに行き着く先を見積もろうとするよりはむしろ、うん、物事をあるがままに受け止め、うん、目の前のタスクに焦点を当てることを好みますと、うん、どうしてそうなるのかの輪郭を描くより、うん、結果的にどうなったかのベースを話をしますと、うん、これはねすごいしっくりきますね規範の機能同様、うん、先の未来を予測したり、うん、どうしてそうなるのかという因果関係を把握したりするよりも、うん、目の前のことに注目したがると、うん、この人たちは時間を未分化なものと捉えています、うん、未分化というのは分けられないもの、うん、つまり過去、今、うん、未来は全て今の一部か、うん、今に近いものとして見なしている、うん、未来について語るときには特に長期的な計画を立てるときに顕著ですが、うん、あたかも未来を今日達成できることのように扱いますと、うん、まず必要になってくる進歩というものについては無自覚であることが多いです、うん、ESE と LSE は過去と今と未来を区別せず全部今だと考えます、うん、そのため過去に原因を求めたり未来を予測することがほとんどできず、うん、目的達成のためにどれだけの進歩が必要になるかを見落としがちですと、うん、基本的に物事にどれぐらい時間がかかるとか、うん、どれぐらいの時間をかけるのがいいかなどの感覚に乏しい、うんうん、このためこの人たちにとってあらかじめ完璧なまでに計画を練ることなくして、うん、スケジュールを遂行することは難しいことですと、うん、さらにどれだけの時間をかければよいかに疎いですと、規範の機能の先ほどの方々に似て、うん、ESE と LSE はしばしば綿密な計画を立てて行動しますが、それはそうした希薄な時間感覚を
埋め合わせるために行われていますと、うん、すっごいわかる、はい、はい、